正直なところこのレクターコンボ、うん、私全然使ったことがないので、なるほど、ちょっと解説が難しいところではあるんですが、ちょっとね、視聴者の方もどういった動きをするのかというところに、そうですね、お互いね、はい、選手ですけども楽しみに見ていただければと、まあ、私の方も勉強するようなイメージで、なるほど、はい、さあまずは北野選手、オックスパールアンダーグラウンド C、 これで一気に2マナ、さあ楽しいヴィンテージの時間が開幕ですね、はい、あ、やっぱりアレクサンドリアで、うん、次のターンから引くぞとさあこれはもうね、ヴィンテージではおなじみなんですが、まあもう本当にこの土地ね、強力無比、手札が7枚の時ですと起動できて、なんとタップだけでドローができると、はい、特にコントロール同型だとこれがあるなしで本当に勝敗が決まってしまうので、これを終わるためだけに1枚だけストリップ前を入れてるってケースがほとんどですね。さあここで商人の巻物、おそらくアンセスラルリコールを持ってくるのではないでしょうか、うん、もしくはフラッシュを持ってきてハンドにあるアカデミーレクターを落とす、あーなるほどなるほど、はい、その準備をするのではないでしょうか、うんうん、ちょっとアレクサンドリアが見えた以上あまり悠長に構えているとハンドルの差で負けてしまうので、うん、なるべく早い段階で攻めていくことになるでしょう。さあここはアーチストリコールを持ってきましたね、はい、まあ、とりあえずハンドを補充して、うん、まあ、最悪相手に精神的つまずきを出すで、まあ、アレクサンドリアを起動させないようにするといった動きもできるので、うん、なるほど、まあ、このマーチャントスクロールからアンセストラルリコールというのはもう定番のよくある動きですね、うん、さあライブラリアレクサンドリアが起動タップだけで1ドロー、本当に強いんですよね、うん、1マリガンしてこの強さなんで、うん、ただちょっと松本選手ハンドに土地ばかりしかないように見えるので、うん、ちょっともしこれでギタクシア派の調査あたりでハンド覗かれてしまうと非常に苦しいことになるのではないでしょうか、うん、さあここでシャの占い駒、これは通ります、ここでタイムオーク、これも取った、さあ着々と準備を進めているといった感じの北野選手ですか。ちょっと駒のトップが見えないのでどういう選択をしているのか見えないのですが、うん、もうちょっとマナーか、おそらくはあのショー&テルの先が見つかれば仕掛けに行くのではないでしょうか、うん、ちらっとね魔力の質が見えた感じありますね、はい、マナボルトですね、まあ、北野選手側からしてもハンドが順当にある相手にはなかなか近づけにくいと思うので、うん、ここに島が1枚立ってるってことはフラッサーストームが入ってるのかどうかっていうところで、なるほど仕掛けづらいですよね。ただまあここでウィルを切らせに行くためにショーアンドテルを打つっていう手もありましたね、うん、さあターンが返ってきて松本選手3ターン目ですが、まあ、ランドセットしてアレックス起動、うん、ボックスセットでエンドでいいでしょう。さあでスタックでここでアンセストリーコール、松本選手手札にジェイスが見えますね。そろそろ北野選手と試合仕掛けに行かないと、このまま後半戦にもつれ込むと相手がどんどんカウンターをハンドに蓄えてしまうので早く仕掛けたいところではありますね。でおそらく北野選手もそろそろハンドがいい感じに熟してきているので、そろそろ前方確認ということ で、 調査でカウンターがないことがバレてしまったので揃ってるなら仕掛けるでしょう。エムラクールも仮にショーアンドテルの返しで出されたとしても1回流れてるところでこちらは生き残ってしまうので、うん、はい、特に問題はないですね。ここでマルクの質、逆接できなきゃ結果で、はい、うん、そうなんですよねこのコマタップしてから逆接できた結果でなぜか引けるカードが増えるという。さあこれで5ドローですか。そうですね、これでこうなってしまうとアカデミーアカデミーも引いてますね。これトレイルのアカデミーも引いてるので、まあ、うまくドローがつながればもうこれはほぼ決まりでしょうというところですが、はい、ですね、他のハンドが見えないので何とも言えないんですが、うん、おそらくまあ池田さん的にはすでに積み筋が見えてるだろうというところでしょう。ストーンも、ね、カウントしてらっしゃいますからね。して下手したらエムラクールスダシもありえますからね。なるほどリモックスがもう1枚と、逆説的な格好があったらおそらくエムラクールスダシができるマナーにはなるとは思うので、
そこで C ビヨンド先読みですね。これちょっと珍しいですね。2枚引いて、カード1枚をライブラリに加えて切り直すと、はい、これである理由というのはやっぱりハンドにエムラクールいらないタイミングでエムラクールが来た時だとかで、あー、なるほど、エムラクールを追い返しつつカード2枚引くということができます。最近のオースにもよく入っている1枚出しのカードなんで、なるほど、ちょっと最近ブームなカードなわけですね、はい、ちょっと私がちょっと持ってなかったんでこの前ハレルヤさんで買いました。あ、なるほど、ありがとうございます。そしてコマもう一回置いて、さ、ただちょっと暗雲が確かめてるというか、ちょっとカードが足りてない可能性がありますね、うん、ここで何かを引きたいというところでしょうかね。ただこれでマナを出したということは逆説的な結果がありますね。これはさあ、でもう一回学生的な結果で、もうこれはひたすら気持ちいい。もうさあ、これ7枚ドローですね。マナーが今3浮きと、そしてストーンはもう U2、まあ、かなり超えてる、まあ、もう治療でしょうとあたりですね。まあもうヴィンテージならではの、もうな、相手からしたらもはや早く殺してくれないかなといったレベルの、クロートスもあって、さあ、学説の結果ももう一枚ございます。もうこれね、さすがにちょっとカウンター持ってないのがバレているので、そうですね、全く動きに躊躇することがないので、うこうなってしまうと仮にターン特に何もなくターンが変えたとしてもハンドル質の差でボロボロになってしまうので、次のターン殺されるぞっていう、まあ、エムラクールも出せる状態ですね、かなりね。さあ、これでブラックロータスも出てますね。で、マナが5、7、ブラックロータスも入れれば10マナですが、再度さらにの逆転な結果、伸ばしていく、やりたい放題。ただ単純に決めておまないけてないそうです、ね、というだけの気がしますね。これはよくあることなんですが、逆説的な結果で、まあ、7枚引いたけど何も引かなかったっていうことも多々あるので、うん、まあ、松本選手もまあ当然ながら決め手は何かというのを見ておこうといったところですかね。まあ、あれよくある触手が飛んでくるのかなと予想していくとは思うんですけれども、うん、まあ、ただここまでレクター見せてないですからね、北野選手、あえて見せなくていいかもしれないですね、うん、ストームだと思わせておくと得するかもということですよね、はいはい。やっぱりそのストームとレクターとでは話が全然変わってきますので、うん、さあ、ディアボリックシューター、はい、ここで、まあ、これで投了と、はい、まあね、雲の触手でしょうということで、ここで松本選手投了、はい、さあ、ここからサイドボードに入ります。神挑戦者決定戦は日本選手となっております。最大3マッチですね。精神的つまずきをリムーブしてやったと思ったら、なぜか逆説的な結果がリムーブヤードにあって、俺は何をやってるんだって言った、まあプロでもそういうやらかしをやってしまうんでしょうっていうことはい、こちらが精神的つまずきですね。まあ、このカードもヴィンテージを象徴する1枚で、うん、まあ、このカードがあることでかろうじてその先手超有利な環境っていうレベルで収まっている感じですね、うん、仮にこのカードなかったら先手1ターン目のソルリングやアンセストラルリコールをカウンターする手段がウィル以外なくなってしまうので、うん、もう環境が崩壊しかねないので、まあ、ヴィンテージにおいてはまあちょっといい抑止力になっている、はい、そうですね、必要枠っていったレベルですね。なるほど、なるほど。まあ、レガシーではねちょっと暴れ回りすぎてしまいましたけれどもね、またアレックススタート、あー、いいですねこれね。さあ、帰宅者の調査ですが、今度は結構これ強力なんじゃないでしょうか。これは強いですね。次のターンドローをしてランドを置いて、うん、ハスからジェイスっていう、なるほど、理不尽ブームもありますが、ただそれだとマナがオープンになってしまうんで、それはやりづらいのか。そしてこれ左は懐かしの嘘か誠かですね、これね。そうですね、マナドリーンから打つとまあお得に打てるので、なるほど、なるほど、まあ、当然打てれば強力なドローソースなわけですからね。よくあるのがマナドリンからケチな贈り物を打たれて絶望するって言った、うん、アンセストラリコールタイムウォーク宇宙長の魔導士ヨグのその石さあどれ入れるっていうマナドリンからの動きは本当に強力ですね。アクターフィクションは、まあ、分け方によってはうまく3枚確実なアドバンテージが取れるといったことができるので、うん、さあ鬼の犬間にアンセストラリコールといったところでしょうか、はい、そうですね、カウンターがないのがバレているので今のうちに伸ばしていって相手にまあ迂闊なジェイスブッパーは許さんっていうのを突きつけないといけないですね。ここで木曽1枚置いて態度、そして
コハヤカーネの巨像を捨てたのかな。ああそうエムラクールかな。エムラクールを捨てて、いやでもエムラクールだったら絶機が全部戻るんじゃないですかね。あなるほど。ですからコハヤカーネの巨像ではないでしょうか。ちょっと見え私も見えなかったの で、サイドインしたコハヤカーネの巨像ですね。失礼しました。まあコハヤカーネの巨像もエムラクールも自己主張が激しいな、よくハンドにやってくるカードなのでさあ松本選手アレックスでドローして露天所で、まあはいはい、破壊してです、ね、まあ、相手の土地を割って、うん、ちょっと遅いゲーム持ち込んでいこうといったところでしょう。遅くなればなるほど、まあ、そのジェイスとかも当然やつくなって、うん、どんどん有利に近づいていくので、うん、あとカウンターがないのでちょっとカードを分かる北野選手が知らないカードを増やしておきたいといった狙いもあるでしょう、うん、なるほど。その選手側としても、まあ、今のカウンターが少ないもしくは、まあ、まだ持っていないという間に仕掛けたいという、うん、さあここでティンカー修繕ですが、当然ここで持ってくるの先ほど捨てた後輩からの巨像、はい、でおそらくジェイスでバウンスしてくるだろうというのは読めるので、それをウィルで打ち取って勝ちっていったなるほどところでしょうか。その流れになればこれはもう勝利決まったようなはいまあ、ただそれ松本選手も分かりきっていることだと思うんですけど、ただソープロ抜いたんじゃないかなって気もしますね。そうみどうでしょうね。このデッキ相手にソープロを残したいとは私は思えないので、うん、1枚お守りで残すかもしれないですが、断片化が2枚あるように見えますが、そうなんですね、断片化に変えちゃうんですよね、うん、まずはドロー。私でもおそらく断片化に変えちゃ、断片化とフラスターストームに変えていると思いますね、うん。まあ、よくサイドからブライトスティークロスタスが飛んでくるのはよくあるんで、あえて1枚ソープラ残すっていうのは私はよくやりますけ ど、まあ、ただそれでも1枚しかないっていうのは、うん、話が全然違ってしまうので。さあ松本選手アンセストラルリコールも引き入れていますが、ここどうでしょうね。まずはここから行くかな、ね、まずは引いて、まずはタイムウォーク引きたいんですよね、ここで。うん、なるほど。タイムウォークとモックスが2枚あれば、マナドレインを2枚、ただマナドレインここでは嬉しくないですね。あまりちょっと色マナが出ないので、色マナが出ない場合においては、大体の場合においてマナリープの方が強かったりするので、ここで松本選手投了ということで、で北野選手の勝ちですね、勝利ですね、はい、はい、というわけで、準々決勝は北野貴俊選手の勝利になりました。おめでとうございます。実にヴィンテージらしい、ヴィンテージらしいゲームでしたね。、はい。